姉さんはあのじゃんけんめちゃめちゃ注目してますもんね。そうなのよ。ふわって福山さんが時が止まったと思って写真を撮られているヤングさんを撮りたかったの。盗撮なんですけど、なんといってもオーバーダムン信者なので、すなわちオーバーダムンがめちゃ好きっていう皆さんこんばんは、マクロス大好きゲームマジカルファンタジーのカロマです。ファンタジー姉さんです。よろしくお願いします。いつも見に来てくださっている方、初めての方もありがとうございます。はい、だいぶ緩いのと、うん、だいぶにわかなので、あの大丈夫な方だけ引き続き、この後見ていただけたらと思います。はい、本日は、はい、ダブル福山さんライブツアー2022大船編の続きのものすごく緩いライブレポをしたいと思います前回が、ソロパート前、はい、ソロパート、うん、ソロパート終わってからで分けてお話ししもーいって過去のカズマが言ってたので過去のカズマそうね、はい、今日はソロパートについて妄想を巡らせたいと、あ、妄想を巡らせる回だったのね、はい、思います。はい、はい、この日はジャンケンが、そう、この日はね、はい、ジャンケンがね、はい、ヤングさんが負けちゃったのよね。あー、姉さんはあのじゃんけんめちゃめちゃ注目してますもんね。そうなのよいや、ヤングさんがね、はい、あのじゃんけんで、はい、あの勝つとね、はい、休めるんだよね順番が後になるから、はい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 、負けた人から最初にやるから確かに確かに、だから休めるから勝ちたいんだよなっていつも落ちちゃってるんだけど、はい、勝てないのね今回もヤングさんが負けちゃったのよ。確かに福山さん勝ちガチですからね。そうね、ダブル福さんじゃんけん、ね、はい、しかも福山さんがその時ね、はい、ヤングさんが負けた後に新曲ばっかだから大変だねみたいなことを煽られてて可愛いでも確かにそのその時ヤングさんがニューアルバムを出されて、うん、でそこからその生で聴くのがその大船編が初だったじゃないですか、ね、だからもううわー生の新曲だ、うわーってなってテンションめっちゃ上がってました同じくこの後も多分言い続けると思うんですけど、うん、あのヤングさんのそのアルバムの中のさよならのホリデーがあのすごい好きなんですけど、うんうん、ポンコツどうでしょうの時、あの CD だとこうバンド編成というか、はい、の、になっているんですけど、そのポンコツどうでしょうの時はそうギターソロになるじゃないですか、はい、なんかもうね結構そのバンド編成だと明るめなんですけど、うん、それもすごいいいんですけど、なんかこうすごいしっとりとしてるんですよもう、はい、なんか大人のこう、うん、スモーキーな、スモーキーであってるのわかんないけど、こうなんだろうその大人ってことよね。そう、あの色合いで言うとあのヴィンテージというか、なんていうかあの感じたんねーなと思っている。なるほどね。しかもなんかそのさよならのホリデーの前になんか、うん、静かに聴いてくださいみたいな感じの、はいはい、おっしゃっててかっこいいみたいな、その辺も含めて、うん、そのライブのさよならのホリデー最高と思っていましてすごいっすったもん、最高っすった。いやでも曲はねすごく素敵だけど、その始まる前なんかはねやっぱりちょっと可愛らしいところがあって、はい、新曲のねやつだから一生懸命チューニングを、はい、チューニングしてるんだけどね、こ うまくチューニングができなくってなかなか合わなくて、チューニングが合わないんだけど、まあでもそんな気にしないからねチューニング違ってても俺の耳がバグってるからさ、そういうことはないそんな
のはありえない。そうじゃなかったらあんないい曲ができるわけがない。で、あのソロになった時に、うん、なんかもうヤングさんと福山さんがもう自分たち同士で写真をそうステージに片方が出てらっしゃる時、もう片方がこう客席に出てきて撮ってらっしゃるんですけど、なんかそのシステムをあの今からで知らないので、うん、だから最初にヤングさんがあの残ってっていう時に、あーヤングさんがさっきのうわー新曲うわーと思ったらブワーって福山さんがその楽屋のエリンジュールバーってしかも通路の前くらいにカナマ座ってたんでブワーってえそりゃそうなっちゃうよね。すごい考えられないよね。時が止まったと思ってで、次は福山さんがシーリングの時はまあヤングさんが取りに来るじゃないですか、うん、ヤングさんも同じように出てくるじゃないですか。うまいヤングさんおいうまって何一つと同じでした学習能力が皆無でした。言葉にできてないもんねもう、はい、確かにこう写真を撮られているヤングさんを撮りたかったもんね。あ、今盗撮なんですけど。え盗撮なんですけど覚えとこう。それで福山さんのスローパートになって、うん、なんといってもオーバーダム一心じゃなので福山は、まあ、すなわちオーバーダムがめちゃ好きっていうことなんですけれども、やっぱなんかソロのオーバーダムも本当いいですよねっていう、あのライブの時だけに入ってるあの最後の方のオーバーダムっていうのがめっちゃかっこいいので全集中して聴いていますすごい報告だったわ。だってライブでしか聴けないんだよ。まあ、確かにね、その特別感はいいわよね、はい、今回のツアーでね、はい、ギターがステージの下にバーってずっと並んでて、はい、あれがね福山さんの私物で、はい、ねえそうオフナーだからすごいギターいっぱい持っていたそうなんですよね福山さんが。はい、見せびらかしてやろうと思って今日はってかわいい。なんかツアーだとやっぱ全部持っていけないから、いやあの本数はなかなか、うん、それもちょっと嬉しいしね、全然楽器できないのにね、うん、並んでると壮観ですよね。ねえ、うん、そっから福山さんもその少し前に出されたスペースバードのアルバムからもこうソロでバーって立て続けにやってくださって、うんうん、そうそれが聞けて、おいソロバージョンもいいわーいって言ってわーい聞いてました。はい、大船編ソロパートはこのような感じでございました。はい、それではここまで見てくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、よければいいねやチャンネル登録コメントしていただけたらとても喜びます。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。のらりくらいどこへ行こう。おばさん君と二人で何もない保証の日バイバーイおばさんソロバージョン。Thank you.